N コードを表示する N マーク、東京駅の N コード表示に日常の利用では青、赤字の8桁の数字で5メートル精度の位置を表示可能 N コードとは地図上の位置を重心法の整数で表した表示方法。世界を連続して分割した独自のメッシュ構造をしており、各メッシュは重心法の整数で連続的に表現される。 緯度と経度が60進法で表示されるのに対し、10進法の数値表示にすることにより、地図上の地点を作印できるよう開発された。町の発明家、西岡徹が、堺市役所勤務中に発明した、位置情報の表示体系である。西岡は、その後、有限会社 NC プロジェクト代表取締役となって、堺市の市長特別賞などを受賞している。 NC プロジェクトとその代理店のアクシストは GPS による N コードカーに取得端末を開発している。企画を管理しているのは一般社団法人 N コード管理協会である同協会のホームページで N コードが公開されている。携帯電話から N コードを取得したり地図を検索したりすることもできる通知級を統計170度を起点に 軽線に沿って60度ごとに6つのゾーンに分割する。各ゾーン内を軽線に沿って36分間隔で100等分する。等分後の帯の部分は赤道から極点に向かうに従い、当該井戸の予言値を乗じた形で狭くなる。赤道を起点にして、井戸の間隔を徐々に縮めて遺線に沿った線を引く。赤道から南北250本の線を引くと、 北の150本目の線は北極圏との境界あたり、南の150本目の線は南極海になる。南北両半球の合計500本の線を100本ずつ5つの部分に分け、北極圏部分を X、南極圏を Y とし、中間部分に A、B、C の符号をつける。すると極点近くを除く全世界が30のブロックに分割される。これが、 ブロック番号になる。起点を統計170度にすることで、北米、大西洋、EU 県、中央アジア、東、アジア、オセアニア、南アジア、アフリカというように文化圏ごとに分割される。日本は東アジアブロックを示す 6A に属する。それぞれのブロックは100、100のメッシュとなっているので、 北西端を起点に東西南北に00から99のまでの番号をつける。日本部分は南北各2桁ずつを組み合わせたユニット番号となる。それぞれユニットの大きさを約 50km と見ると各都市の位置関係を容易に知ることができる。ユニット内は東西南北を10の N 乗等分してメッシュ番号とする。この N は メッシュ番号の桁数となる。例えば、大阪ユニットの内部を、縦横10等分すると、図のようになり、ユニットのサイズは、約5 5トル四方で、大阪府の主要部が収まる。メッシュサイズは、約5キロメートルメッシュとなる。2桁では、縦横200等分で、約5 0 0ルメッシュ。3桁では、縦横1000等分で、約5 0ルメッシュ。4桁では、 重大1万等分で約5メートルメッシュとなる。津波の黒い水で道路がわからなくなる。コンビニエンスストアの帰宅支援ステーションでの N コードを使った帰宅訓練の様子コンビニエンスストアの帰宅支援ステーションでの N コード表示日本の国土は3分の2が山林で覆われ、周囲を海に囲まれており、河川地なども多く、自然災害はこのような場所で多く発生している。 このような場所では一般によく使われる住所表示がなかったり、目標物では曖昧であったり、位置を特定することが困難であることが多い。さらに、火災や土砂崩れ、津波などで建物や道路がなくなったり、地形自体が変化していることもある。一般的にこのような場所の位置を正確に特定するために、緯度、経度を利用するが、 現場にこのまま情報を伝えてもナビゲーションを使わなければ現場の人間には直ちに理解することはできない。そこで紙地図を理解しやすい番号で検索できるような工夫が行われている。新商品調達認定制度による認定には期限があり、現在は認定期間が終了しているものがあると思われる。認定期間終了後は通常の入札等を行わなければならないが、 競合他社がない場合には、匿名随意契約とする必要がある。登山やトレッキングの分野での道迷い防止の効果が期待されている。仮に遭難という事態になっても、遭難者と救助者の双方が N コードで情報交換することができれば、ピンポイントで捜索してもらうことができる。類似のものに、1997年に伝送が開発したマップコードがある。 マップコードとは、本全国のあらゆる場所を6から10桁の数字で表すことができる。さらに2桁の高分解能コードを追加することで、約3メートル四方で場所を特定することができる。ありがとうございます。